ということでよろしくお願いします。ラジコです。今回はジャパハリネットさんの哀愁交差点のインドの部分のね、ハーモニカについてやっていきたいと思います。やってみよう。はい、ということで今回はですね、ジャパーリネットの哀愁交差点のイントロの部分のハーモニカについてやっていきたいと思います。僕の動画はね、こんな感じの流れになっております。まずはじめに曲の紹介、そしてリクエスト者の紹介をさせていただきます。そして次に使用しているハーモニカのキーの説明。ハーモニカはですね、一つのハーモニカがあったら全部の曲が吹けるわけではなくて、その曲に合ったハーモニカを選択しないといけません。そして3番目に僕がね、耳で聞いた雰囲気で作った自作の楽譜を元に吹く上でのポイントをね、説明させていただきます。そして最後にその楽譜を元に指で追いながら実際にやってみるということで、この4段階でやらせていただいてます。気になるところをね、タイムスケジュール概要欄の方に貼ってます。そこをクリックして飛んでみてください。ということでやっていきたいと思います。この楽曲はですね、2004年1月21日に発売されてますジャパハリネットのメジャーデビューシングルということで、僕も大好きな楽曲なんですけど、オリコンチャート最高10位、これすごいことなんですよ。インディーズ時代の人が頑張ってメジャーに上がってメジャーの人だと戦ってランキングを争って10位というのはすごいことなんですけど、もっとすごいというか、もっと僕からしたらすごいのがね、僕はね、愛媛県出身で愛媛県在住なんですけど、この方々がね、松山大学というね、愛媛県の松山大学を中心に活動されていて、そこから全国つつうらうらいろんなツアーをされて、最終的にメジャーデビューでランキング10位というね、愛媛県のね、松山で頑張ってた人たちがここまで上り詰めるかというふうにね、僕らからしたらとか愛媛県の人からしたらすごいうわーってなったアーティスト、そしてね、楽曲だと思うんですけども、売り上げ枚数もね、15万枚を記録ということで、これ本当にすごいですね。そしてね、この楽曲でミュージックステーションにも出演するという、もう当時のね、もう音楽番組の金字塔ですよ。もうミュージックステーションなんて、そこで生出演してゴールデンタイムの初出演となったということで、もう右肩上がりにドカンと上がって上り詰めたジャパーリネットさんですけど、なんでねこの楽曲をね、もう20年近く前の楽曲、なんでねこの楽曲をやらせていただいてるのかと言いますと、リクエストをいただいてまして、こちらまなみさんからリクエストをいただいてます。まなみさん、リクエストコメントありがとうございます。コメントの方はですね、タイガラバスの動画を見て最近ハーモニカを始めました、リクエストを受け付けていますでしょうか、可能でしたらジャパーリネットの哀愁交差点という曲のレッスンの動画をぜひお願いしますということで、最近ハーモニカを始めましたというふうに書いてるんで、最近ハーモニカ始めてタイガラバスと哀愁交差点はめちゃめちゃレベル高いですよ。ぜひね、僕の初心者向けの動画ということで、まあユーズさんだったら空っぽというね、この楽曲、僕はね初めてハーモニカとギターができるようになった楽曲なので、こちらもねぜひ参考にしてみてください。まなみさん、お願いします。ということでね、使用してハーモニカのキーの説明をしていきたいと思います。はい、この楽曲はですね、カポ2で A、 カポ2で A から始まります。まあ、カポ2で A というのがね、これ B なんですよ、 B で、これ B なので、オリジナルキーは B です。オリジナルキーが B なので、僕の動画だったらオリジナルキーが B なので B のハーモニカ使用しますというふうに、言いたいんですけど、このジャパーリネットさんすげえんですよね。もうなんかもうみたいな感じで吹いてるじゃないですか。吹く音が基準のハーモニカ演奏はだいたいブルースなんですよね。なのでね、セカンドポジションということで、こちらE のハーモニカを使用しております。 E のハーモニカはね、使用頻度はめちゃめちゃ多いわけではないんですけど、こんな感じでね、僕の動画たくさんあります。ぜひね、そちらの動画もご覧ください。それではね、ハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。はい、それではハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。これがジャパーリネットの哀愁交差点のイントロの部分のハーモニカの進行コードの全てになります。あくまでね、僕は耳で聞いた雰囲気でやってますので、その辺はご了承ください。黒い数字が吹く音、そして赤い数字が吸う音になります。この緑の矢印はベントです。ベントはね、吸う音に限って半音下げることをベントと言います。ベントはまた違う動画の方でやらせていただいてます。そちらをご覧ください。この青色の矢印はスライドですね。音を鳴らしながら滑らすっていう感じです。そして紫のアルファベットはギターの進行コードです。ギターの進行コードとハーモニカが変わる位置合わせて記載しておりますので活用してみてください。それではね、吹く上でのポイントなんですけど、ポイントはね3つほどあります。3つほど。1つ目はですね、ブルース調のハーモニカを使用しているので、吸う音がね基準になっているので難しいっていうことですね。僕はね、ユーさんの曲を中心にハーモニカを投稿させていただいてたんですけど、だいたいオリジナルキーが A だったら A のハーモニカみたいな感じで、そのオリジナルキーに合わせたハーモニカっていうのはだいたいね、こう吹く音が基準になっているんですけども、ブルース調のハーモニカをね選択すると、まあセカンドポジションですよね、吸う音がね基準になることが多いんですよね。なのでこれは吸う音が基準になってます。その吹く音が基準で慣れてる方はね、この吸う音基準になるのはなかなか難しいと思います。僕もね、
正直難しかったです。そこがね、まず難しいポイントの一つ。それ二つ目がですね、ベントですね、ベント。ブルース調の曲はですね、数音が基準になるということはですね、やっぱ数音をね、強調してかっこよくしてないんですよね。で、数音の中でやっぱりね、その半音を下げるというベントを多用することによって、こう、哀愁漂うようなかっこいいメロディーになるので、ブルース調のハーモニカを選択するっていうのはね、やっぱりこう、数音、まあ、イコールベントですよね。ベントがやっぱできないといけないっていうことですね。で、三つ目のポイントですね、このスライド、青いスライドを結構書かせていただいてます。ここね、まあ一応僕が適当に書いた位置なので、これを基準に練習していただきたいんですけど、結構これね、まあブルース調のハーモニカで吹かれてるので、こう吸いながらいろんな音にこう、スライドさせるんですよね。もうこことか特に難しいと思います。もうここもですよね。難しいと思います。なので、吸いながら、弁当も効かせながら、スライドさせながらみたいな感じで、僕の中ではいつもと違う感じだったので、なかなか苦戦しました。なので、以上の3つをね、もう一回まとめますと、1つ目がですね、ブルース調のハーモニカを使用しているので、吸う音が基準になっているということ。で、2つ目がですね、吸う音基準ですので、弁当ができないと、やっぱかっこよくならないっていうこと。で、3つ目がですね、その吸う音を弁当を効かせながらかっこつけるので、さらにもう1つ応用という感じで、スライドを入れまくっているので、そのスライドをね、攻略してみてください。以上の3点を抑えながら実際にビデオを見ながらやっていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで僕のチャンネルではゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり、弾き語りの動画を投稿しておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。それでは。